談メイン、どうせさえは喋りたいことがあるとどんどん喋り続けるんでね。こんばんは。はい、ということですね、今日からドボンのチーム対抗戦が始まったということで、さっきドボンをね開いたら、私がねチーム A の中で11位ぐらいにいたんですよ。みんなのおかげで、みんなのファンの皆さんの頑張りのおかげで。ちょっと 見てみましょう。 A が今リードしてるんですけど、あ、私がランキングから消えてる。やらなくちゃ。ドボンします。ひたすらやるんで、みんな配信片耳、配信の片手間にドボンしてください。こんばんは。この枠もね1時間ぐらいやりますので、皆さんぜひお付き合いくださいませ。こんばんは。私はねこの空白の1時間半何をしていたかと言いますと、ご飯食べるやん、眠くなるやん、寝たよね、ちょぴっと寝ました。なんか今日さ割とさ早起きしちゃってさ、一日ずっと眠くて、ちょっと一眠り一回した。でもこんな時間に寝ちゃったから夜もしかしたら寝つきめちゃくちゃ悪いかもと思って、ちょっと夜寝れるかビビってる。どうしよう、寝れなかったな。最近寝つき悪いんですよね夜の。こんばんは。こんばんは。皆さんはご飯食べましたか。しげんさんこんばんは。え、あのさっき作ったチーズキムチ餃子めちゃ味濃かった。しげんさんはじめまして。はじめまして、こんばんは、ありがとうございます。さあ今ドボン負けました。もうドボンしてんの、もうドボンしてるよ、みんなしてるのでぜひ一緒にやってね。辛い春雨を食べました。え、美味しそう、春雨よきみざわだね。こんばんは。なんかチーズキムチ餃子味濃くてスープがさ味薄かったからなんかちょうどよかったよね。言ってよ、え、ドボンやりますってさっき言ったじゃん。言ったよ。こんばんは。今回はもうね推しメンポイントを、今回のドボンは推しメンポイントをいかに稼ぐかなので、もうボンボコボンボコやっていきます。この1時間でみんな一緒にいっぱいやろうぜベイベー。チキラあ、バーストした。ねえバースト、いやつらい。こんばんは。やっぱり自分で焼いたハンバーグ美味しい。あ、待って、くしゃみそう。失礼しました。いいですね、自分でコネコネしたってこと？ハンバーグうまいよね。じゃあこの前ミート矢沢のハンバーグ弁当食べてからハンバーグの美味しさを再認識しちゃった。でもあのハンバーグに勝るハンバーグなかなかないんだけどね、やっぱ高いだけある。高いハンバーグはうまい。何を当たり前のことを言っているんだって話ですけど。こんばんは。こんばんは。髪の毛さ、前髪が伸びてきちゃったから近々前髪を切りに行きたい。こんばんは。さっきよりお仕事終わりの方が増えたから見に来てきてくれる人多くなったのかな。ありがとうございます。こんばんは。
そう、ドボン配信はね、みんなもドボンにね集中するからね、無言になっちゃうんだよね。あとみんなね、カウントもしてくれてるし、星集めもしてくれてるからね、このイベント中のコメントはね、なかなかむずいよね。みんなありがとう、星集めや星投げカウントなどみんなしてくれて感謝しています。あー、ドボンの不具合です。データを再取得する必要があります。タイトルに戻ってローディングしてます。確かにドボンに集中してた。そう、ドボンね、意外と片手間にできない戦略ゲームだからね。やばい、あ、ドボンみんな止まってんの、これ私だけじゃないんだ。みんな今全国のドボラーたちが、わかんない、ドボラーって絶対言わへんけど、ドボラーたちがやってるから、ドボン止まっちゃった。よし、止まったということは雑談タイム。ピュー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 、ダメだ、ドボンが死んじゃった。いけるか、待って、部屋暑すぎる、エアコンついてんのに。あ、いけた、動いた。ちょっと一度下げよう。みんな再起動してね、ドボン止まったら。多分今めっちゃ重いから。ということで、雑談どうしようかな、今日何の話しよう。今日の出来事の話頑張ってさ絞り出そう。何やろな、起きて、なんか昨日牛乳買いに行くの忘れたからカフェオレお預けしたっていうどうでもいい話。毎朝カフェオレ飲むのが日課なんですけど、今日は飲めなかったって話と、あ、ドボンできた、こんばんは。あとはまあレッスンに行きまして、あ、そう、レッスンの話しようと思ったんだ今日ね。もうそう、元カレですの、その、あ、黒曜さん、お花のギフトありがとうございます、嬉しい。そう、あれしてたんですよ、元カレですのレッスンしてたんですけど、なんか一応選抜以外の予定のない人はなんかこう振り合わせだから、振りをみんなで揃える会で来ましょうみたいなやつだったんだけど、その今日来たメンバーが、私があんまりこう喋ったことないメンバーしかいなくて、なんか一生一人で2時間半ぐらいのレッスンだったんですけど、一人で生きてた。馴染めなかった、コミュ障ちょっと馴染めずじまいでした。こんばんは、寂しかったです。エイトメンが一人もいなくて、ちょっと寂しかった。こんばんは。でも元カレですを上手に踊れるようになりました。前より上達した。上達しました。こんばんは。こんなとこで鉢合わせるなんて、ちょっと待って勘弁、今になってなんでぎこちなくなるんだ。16期はいた、ズッキーと、ズッキーと、おりんちゃんの2人だったかな。これドボンやってると頭回んないわ。そう、こんばんは。わさっぴさんギフトありがとうございます。アイス食べたい。この部屋が暑いからなんですけど、
ファミマのアイスが食べたいんだよな、それは今。ファミマのなんかソフトクリームみたいなやつ。ピノ食べたい。あー、あり。ピノあり。あのピノのさ、ソートパックみたいなさ、いっぱい個包装が入ってるやつ、あれのアーモンドが食べたい。しげんさん、はじめまして。はじめまして、ありがとうございます。こんばんは、見に来てくれてありがとう。それか雪見大福でもいいかも。今雪見大福も食べたい。雪見大福意外とさ、食べたって気にもなるしさ、コストもそんなに高くないしさ、実はめっちゃいいアイスなんじゃないかって最近さやかちゃんの中での評価が上がってる。アイス評価上がってる。ね、雪見大福ありですよね。みんな、じゃあみんなの一番好きなアイス教えて。みんなの一番好きなアイスをぜひ。初見さん頑張ってください。お、ありがとうございます。嬉しい、優しいね。雪見大福は大発明、本当にそう。ビスケットサンドのアイスが好き。待って、わかる。あれを罪な味するよね。でも美味しい。雪見大福の抹茶味売ってる。マジ？え、食べたいな。ジャンボ、チョコモナカジャンボ、うまいよね。モナカうまいよね。チョコとアイスとモナカ一気に味わえる、あれはもう最強の食べ物だと思ってる。パルム、あー、王道で、かつもう絶対外れない。白熊くん、白熊くんちょっと氷っぽいやつですよね。あんま食べたことないけど、なんかあれはマジで猛暑の日に食べたいやつだね。こんばんは。ジャイアントコーン、あー美味しい。ガリガリくん、マジ実際ガリガリくん多分数えるぐらいしか食べたことない。2回とかしか食べたことないかも。あ、チョコモナカジャンボ2票目入ってる。ハーゲンダッツのストロベリー、あ、ハーゲンダッツさ、ハーゲンダッツって絶対さ、いつもさ、クッキークリームしか食べないんだけどさ、この前その差し入れでいただいて、いつもとせっかくなら違う味食べようと思ってストロベリー食べたんですよ。あまりの美味しさに、あ、次回からストロベリーっていう選択肢も封やそって思ったぐらい美味しかった。あー、くしゃみでそうだな、ずっと。こんばんは。スーパーカップのバニラ一択。スーパーカップね、スーパーカップもコスパいいですよね。量多くていっぱい安くて。あ、スーパーカップ、スーパー、スーパーカップ2票目。ゴディバはうまい。ゴディバはあの舞台キスバイエイトの差し入れでゴディバのアイスいただいて、ガチうまかった。初めて食べたその時に。あ、白熊も2表面入ってる。クッキークリーム美味しいよね。そう、王道の美味しさがある。サリン頑張れん、ありがとう。ガリガリ君はガチで夏に食べたくなる。あれもアイスの塊ですよね。サーティーンならストロベリーチーズケーキ、あー、わかる、美味しい。ガリガリ君コーンポタージュってのがあった。なんか意外と美味しいみたいな話を聞いたよ。まあなんか2回目はないけどみたいな。アイスクリーン、え、何それ、知らない。どういうやつだろう、全然知らないや。こんばんは。マックのフルーリー、あ、さよね、マック、あれ何やったっけ、マックシェイ、違う、あのオレオのやつ、あれ何でしたっけ、あれがマックフルーリー、あれ好きだよ。オレオのやつが好きです。いや、アイスクリーンって何、知らないんだけど。こんばんは。なんかご当地ですか、それともたださやがアイスに疎いのかな。じゃあ後で調べよう。ちょっとこの対戦終わったら一回アイスクリームを調べるわ。はじめまして、村山チーム4でサイリンを知りました。チームメイトも頑張ってください。あ、嬉しい、はじめまして、ありがとうございます。チームメイトも頑張ります。誰推しなんだろう、チーム4で知ってくれたって。ナナさんとかイリさんかな。こんばんは。
ガリガリ君はシャリシャリ感がマッチする梨味が好き。あ、なんかガリガリ君梨味好きな人めっちゃ多いよね。え、何、アイスクリーンコメント欄で大絶賛なんだけど。ちょっと待って、置いてきぼりにされてる。早く調べたい。見たことある可能性あるもんね。名前は知らないけど、知りたい知りたい。こんばんは。高知のアイス、あ、そうなんだ。じゃあ西日本が結構多いのかな。こんばんは。アイスクリーン知らないね。さえも知らない。めっちゃ美味しい。マジ、今度見つけたら食べてみよう。普通にコンビニとかにあんのかな。大絶賛やん。そんなに美味しいって言われたら食べたいな。高知とか岡山が有名。あ、じゃあやっぱ西日本系のアイスなんだね。中国地方の方かな。ちょっとなんかアイスの話したらアイス食べたくなってきちゃった。まずいぜ、こんな時間に。こんな時間って言ってもまだ早かった。7時台だったわ。もう9時ぐらいの気持ちでいたけどまだ全然7時台だった。こんばんは。待って、アイスクリーンを調べたいのにさ、このドボンの対戦めっちゃ白熱してて一生終わらん激烈な戦い起こってる。こんばんは。高知は夏祭りの屋台とかにアイスクリーンが売ってる。夏祭りの屋台で売るって相当じゃない。夏祭りの屋台でうちかき氷しかなかったけどな。なんかシャリシャリのただの氷削ったやつ。こんばんは。ババヘラアイスも同じ種類。知らないアイスがさっきからいっぱい出てくる。こんばんは。ちょっと今配信画面がさ、自分の体に対して低いからさ、高さも整えたいしアイスクリーンについても調べたいのにマジで白熱してる今ドボンが。こんな白熱することある？誰も上がらなそうなんだけど。試験です、試験さん、ありがとうございます。高知に行ったらコンビニもアイスクリーン売ってる。高知まで行かないとないのかな。関東圏で売ってないのかな。こんばんは。今鼻ムズムズする今日。頼む、8を出してくれ。うわ、負けた。祭りの時に言ってるコーンの色がピンクとか緑のやつ、何それ。ご当地ギャップを感じてるよ今。待って、なんだっけ、アイスクリーン、アイスクリーン、うわー、知らんアイスや。あれだね、あれと同じ、なんかサクレみたいなさ、黄色のアイスと同じ感じのパッケージだね。知らない。でも絶対サイの好きな感じのアイスだこれ。絶対うまいやん。今度見つけたら絶対買おう。関東圏にあるんかな、コンビニに。ちょっとわかんないけど。待って、ドボンめっちゃ重くない？私だけ？これ激烈重いかもしれん。ちょっと待って、ちょっと一回、よいしょ、配信の画面を上げるわ。ケンケンさん、お花束ありがとうございます。トメさんもお花束ありがとうございます。ごめんなさい、ちょっと読んでなかったです。
待って、配信画面110%ターンってならないようにやんないといけない。よいしょ。ね、よいしょ、よっ、あ、高くなった。あー、できた。ちゃんとした高さになった。さっきからずっと猫背で映ってたんですけど、ちゃんとした高さになりましたね。こんな感じかな。うん、明るさもいい感じ。さあ、トボンやっていきましょう。モンスターさん、くまちゃん、ありがとうございます。ありがとう。アイスクリームもいいけどジェラトーニもいいよね。ジェラトーニっていうの？ジェラートじゃなくて。へえ、おしゃんだね、言い方が。こんばんは。ジェラートうまいよね。愛媛での舞台が夏だったらアイスクリーム買ってたけど、でも稽古の時ガンガン真夏だったけど買わなかったな。こんばんは。東京にあるかなアイスクリーム。今度ちょっと気にして見てみます。今まで気にしてなかったから気づかなかった説ある。そうで、なんかみんなのおすすめのアイス聞けてちょっと面白かった。なんかパピコとか出てきそうだったけど出てこなかったね。意外とさ、パピコとか好きなんだけど、パピコのカルピスみたいな味の、ね、ホワイトサワーだっけがさえは好きなんだけど上がらなかったな候補に。長野県の茅野市の和菓子屋さんのジェラートが美味しかった。絶対うまいやん、そんなん。いいな。サリン、いい感じのほっぺ。マジ？ほっぺの公表してくれんの？触りたくなるほっぺランキングかなり上位だと思ってます。かなりプニプニです。パピコのホワイトサワーマジで美味しい。やっぱ思う？同じ気持ち。同じ気持ちです。いっちゃうまいと思う。こんばんは。ね、でもまあみんなのいろんな意見をバーって踏まえた上で今いっちゃん食べたいのは、やっぱ、ファミマのソフトアイスだな。揺るがないんかい。みんなからの意見こんなに聞いたのに一切揺るがないんかい。って感じなんですけど、やっぱそれに勝る食べたいものはなかった。こんばんは。チャリンかわいい、ありがとう。まあでもピノ結構いいかな。ピノ2番目に今上がってきたかな、みんなの話聞いてて。そういう感じですね。楽しいねショールーム。みんなの意見聞いて、いやガオ通すんかいのノリが楽しい。みんなもきっとあー言葉が出てこん、新喜劇並みにこけてくれてたと思うんですけど。こんばんは。よく通る道沿いに麹ジェラートってあって、へえ、美味しそうかも。こんばんは。僕レディーボーデンのチョコがいい。あー、レディーボーデンは比較的良心的な値段でいっぱい入ってるから、マジでなんか手っ取り早く幸せになれる方法な気がする。最近一番好きなアイスはスーパーカップのカフェオレのやつ。カフェオレのやつ食べたことない。でも美味しそう、美味しそうだね。こんばんは。待ってさ、今さ配信のイベントもさ頑張りながらさドボンもやってるってめっちゃ効率よくない？もしかして。こんばんは。
え、ドボン結構マジで A1 位になりたい。頑張るぞ。こんばんは。アイスは小豆入りもなかが最高。小豆ともなかってさ、あれなんであんな相性いいんだろうね。しかも小豆とバニラアイスともなかのその3点セットがあまりにも天才的すぎませんか。もうどう転んでも美味しくない、その3点セット大好き。はじめまして、はじめまして、こんばんは、ありがとうございます。もなか食べたくなってきたかも。でもチョコモナカジャンボ今ちょっと食べたいかもしれん結局影響されちゃうんだよ、みんなのコメントに。すぐキャワタンありがとう。あずきバー食べたことないんだよね。なんか噂にはよく聞くけど、なんか 歯が欠けるみたいな噂。そうそう、あと釘が打てるみたいな話も聞いたことあるんですけど。北海道にも昔アイスクリーンあって、え、そうなんだ。じゃあ関東圏全然あるかもね。最後ただただ見つけれてないだけなんだろうな、多分ね。わかんないけど。はい。失礼しました。画面落としちゃった。待って、めっちゃ悪くなっちゃった。支えが。よいしょ。どうして？どうして？オッケー。そういう日もあるよね。これは事故なんだ。どっちもどっちよ。願いがしら、こんなことが起きるなんて。こんばんは。注意してても避けられない。こんばんは。新しい iPhone は明日です。イエーイ。試験です。試験さん、こんばんは。明日受け取りに行ってきます。しずく公園久しぶりに見たいかもね。全然やってないよね、しずく。それな。よっしゃ、ドボンで勝ったぜ。そう、ドボンの引き継ぎしないといけない。 iPhone 変えるってことは。よいしょ。今日で今の iPhone 分かれ、そうなの。この子はもう現役じゃなくなっちゃいます。水馬。ドボンされました。すいません。ドボンさせていただきました。ドボンいろいろ変わった。本当？写真だけじゃない変わったの。わかんないけど。よいしょ。さーて。ドボンの写真、今の壁じゃなかった。あ、そうそうそう。白の衣装のやつになりましたね。サブ端末あると便利。え、そう、今のさ端末をさ下取りに出すかで今ずっと悩んでるんだよね。そうなんですよ。明日 au ショップに行ってから考えようと思ってそう、こんばんは。
エイトは変わんないけどチームも組閣好みになりました。でも今エイトね、兼任チームでのイベント参加とかが増えたからあれですね。エイト面のコレクションのカードの並びが変わった。あ、そうなんだ。ドボンのエイトの順番チーム順になった。そうなんだ。それは知らんかった。それはいろいろ変わってるわ、かなり仕様が。こんばんは。よいしょ、すごい。ドボンやってさ、あっという間に30分経ってる。びっくり。さやがただただしゃ楽しくおしゃべりしてるだけなのに。さやはこの枠が終わったらお風呂に入りますので、最後の枠はめっちゃすっぴんですけど、みんな許してください。許してください。なんか薄い顔になるんですけど。でもなんかさ、今エアコン最近つけるようになったけどさ、本格的な夏が始まる前にエアコンクリーニングしたいよね。業者さんとかに頼んで。なんかカビの匂いがしないような、するような気がしなくもないみたいな、ちょっとよくわかんないんだけど。わからんのかいって感じなんだけど、なんかするようなしないような気がする。こんばんは。なんか夏でもう混んでるのかな。夏入ってからそのエアコンクリーニング業者とか頼むとめちゃくちゃ混んでるって聞いたから、早いうちにやった方がいいけど、みんなそろそろエアコン使い始めてるからもう混んでるのかな。まだ間に合うのかな。試験です、ありがとうございます。こんばんは。いくらぐらいかかるんだろう、エアコンのクリーニングさん屋さんって。したことないからわからん。今度調べてみようと。みんな知ってますか？なんか普通に定期的にやらないと本当に良くないらしいね、体にね。そうとは言いつつサボってしまう。フィルター掃除ってさ、掃除機とかで吸わなきゃいけないんじゃないの？掃除機持ってないんだけど今。エアコン1時間ぐらい送風しとけば。もうエアコンで最近全然使ってるんですよ、普通に。そう、そうなんですけど、掃除機いらないと思う。そうなんだ。でもどうやって掃除するの？そしたらフィルター。普通に業者に頼んだ方が楽そう。一人で外すの普通に重労働っぽいし。試験です、試験さん、こんばんは。絶妙に勝てない。でも3万とかするんやったら考えるな。1万円しないんだったら業者さんにさ、見えないところまでさ、もう全部一回きれいにしてもらった方がなんか気持ちよさそう。フィルター外して洗ってください。洗えないんだよな、フィルターを洗う場所ない。フィルターは絶対でかいやん、洗う場所ないな。
自慢はする、やっぱするのか。でフィルター洗えないな、洗う場所ないもんな、うちどうしよう、困った、今度もう一回考えよう。あー浴槽ね、確かにお風呂場だったらワンチャン洗えるかもしれん。でも分解できるかな。壊しそうさえのことだからまた自分のこと信用してないんだから。フィルターって小さいの、フィルターってあのエアコンのサイズ分あるんじゃないの、四角分、そういうことじゃないの。エアコンのさ内部見たことないんだよね、一回も分解したことないから後で YouTube でエアコンの掃除の仕方で調べたらいいんだ、そのためのネットだからね。何でも調べたら出てきちゃうんだから、最近のネットは便利よ本当。あでも今日悲しかったことは、なんか昔好きで見てた YouTube の人、なんか久しぶりにおあの人見たいなと思って調べたら、なんか動画全部消えてて悲しかった。もうその人 YouTube やめてて、なんかもうチャンネルごと動画全部消えてて、なんかすごい悲しい気持ちになった。ああ私の思い出の動画がもう見れないみたいな。ネットはずっとあるかと思ったらね消えちゃうんで寂しかったです。よいしょ、こんばんは。フィルター何枚かに分かれて、あそうなんだ、2つくらいに分かれてそうだね、うん、確かに。サイズは半分くらいの大きさが2枚、まあ、でもそこそこでかいね、エアコンって結構横幅あるもんね、まあ、でも半分くらいのサイズだったらまあ洗えなくはないか。今度やってみよう。なんか割と、まあ、マイナーって言っても登録者10万人ぐらいの人のやつで、なんかすごい好きで見てたやつがあったんだけど、もうやってなくて悲しかった。もう二度とあの動画見れないんだと思って、私が青春を過ごしたあの動画はもう二度と見れないんだ、悲しかったね。エアコン掃除後の試運転は18度で20分、違う10分、めっちゃ冷え冷えになるやん部屋、マジ。でもいいこと聞いた、すんごい部屋冷えるじゃんねみみみちゃんギフトありがとうございます、ありがとう。アイスクリーム、だからアイスのギフトが来るとアイス食べたくなっちゃう、もう発作だこんばんは。どうしようこの鼻ムズムズするの、めっちゃエアコンのせいだったら、エアコンのフィルターめっちゃカビ出て今カビ吸い込んで鼻ムズムズしてたらどうしよう、やだな。だとしたらむっちゃ嫌やな、早急に掃除しないといけないな。何が原因で今鼻ムズムズしてるか分かんないけど、以上。室外機を日陰にするとよく冷える、あなんか言いますよね、外の室外機を温めないのがなんかエアコンを効率よく使う方法みたいな。どうしたらいいんだろう、日陰にしてあげたらいいの、どうやって日陰にしたらいい、すだれとかかけたらいいのかな。全然ベランダ出ないから室外機何の隔たりもなく多分日当たってると思う。フィルターはカビよりホコリがひどいこともある、洗わないとやだな。やばい、さやかちゃんのめんどくさがりが今発動しようとしてやる。でも健康のためにはフィルターの掃除しないとめちゃくちゃ涼しい空気とともにホコリを吸い込んでいる可能性が
否めないってことでしょ。つらい、それだけはつらい。こんばんは。スキンさんありがとう。私もエアコンのフィルター掃除しなきゃってずっと思ってやってない。え、やっぱなるよね、絶対にしなきゃいけないのにね絶対にしなきゃいけないのにやらなかっちゃったりするよね。マジで良くないと思ってる、思ってるんだけどね、思ってるんだけど、なかなかそう簡単に行動に移せないのが良くないところですね。浴槽で洗って晴れた日なら外に干しとくと30分とかで乾く。そうか、そうだよね、洗ったらそれは乾かさなきゃいけないよね。確かに乾かすっていう脳みそ今なかったわ。めんどくさいが買ってしまう、わかる。エアコンの汚いの動画で見たらやる気が出る。いやそうなんだよね、絶対に絶対に自分のエアコン見て絶望するとは思う。だって掃除してないんだもんそうなのよ、エアコン、会社のエアコンほこりびっちりで掃除したら風の勢いですごすぎて。あ、そっか、ほこりが溜まってるせいでその性能が落ちているっていう可能性もそらあるよね。普通に空気の流れが悪くなるもんね。うわ、なおさらやらなきゃね、電気代下がるかもしれないってことでしょ。エアコンの効きめっちゃ良くなって、むずやらなきゃねこの枠さやがエアコン掃除をみんなに説得される配信になっちゃった。けんさんこんばんは。やばい、さっきから勝率めっちゃ低い。ドロー3とドロー2めっちゃ集中攻撃受けてる。いつもカードの枚数10枚ぐらい持ってる。やばい、めっちゃ弱い、これはまずいぜ。使い続けて、あでもここ引っ越してきてまだ1年だから、わかんない。その部屋がさ変わるときに業者さんがエアコンを掃除してくれていたとしたら1年ですね。その時になんかクリーニングサボられてたらもう何年かわかんないです。よいしょ、こんばんは。高校の頃夏休み中にエアコンの掃除させられたことあるけど埃まみれてびっくりした。え、じゃあみんなそんな脅かさないでよ、怖い、掃除すんの。こんばんは。掃除するか、頑張ってねしなさいよって話ですよ、本当しなさいよっつってね、本当にね。エアコンのクリーニング代込みのところが多いから掃除してそうだよ。してなんかあれですよね、よほど変な管理会社とかじゃなければちゃんとやってくれてるって言いますよね。でもなんか管理会社さんすごいちゃんとしてそうなところだったから多分綺麗になってると思う。だから今1年ぐらいですかね、掃除せずに使ってよくないです。おお、秒速で戦いが終わった。こんばんは。じゃあさやもエアコンの掃除頑張るので、みんなもエアコンの掃除、うわそういえば俺もサボってたわ、私もやってないわって人は一緒にやりましょう。しましょう、一緒に一緒に、めんどくさがらずに。
1年だと掃除いらないと思う。え、さっき3ヶ月に1回はフィルター掃除した方がいいってコメントを見たんですけどした方がいいんじゃない、もしかしたら3ヶ月に1回やった方がいいって人いたよ。だって一緒にやる、一緒に頑張ろうね、マジで最新のエアコンは、あ、エアコンは10年掃除いらずってのがあるらしい。すごっ、フィルターに絶対ホコリたまんないってこと、めっちゃすごくない。あ、すごい、畳研究さん、ハト、これは鳥さん、ありがとうございます。10個もありがとう。こんばんは、嬉しい、いっぱい、何、幸せの白い鳥みたいなのが飛んできた、ありがとうございます。自動で定期的に掃除してくれる、すごい、最新ってやっぱすごいね、すごいね。でもうちのやつは多分最新じゃないから、全然普通に掃除しなきゃいけないかも。こんばんは、冬になる前に掃除したらフィルターにホコリまみれ、掃除の後に風が強い、なんかさっきも言ってたね、掃除したら風強くなったって、それだけ目が詰まってるんでしょうね。でも奥の奥まで掃除するんやったら業者さんに頼まないといけないよね、多分ね。すごいね、最新の機械って何でもやっぱすごいんやな、感動してる。まあ、一旦フィルター掃除をして考えてみよう、今後の策は。あ、すごい、津田山県警さん、また鳥ちゃん、ありがとうございます。鳥ちゃんタワーだ、ありがとう。なんかあのマジックで手品で使えそうなハトありがとうございます。津田山県警さん、津田山県警さんのハトのおかげでランキングが今1個上がりました3位になりました。2位まで82万、でかなんだその差は。まあ、まだ1日目ですからね、そう焦ることはありません。まあ結構1日目の差ってでかいか、そのままずっと引きずったりするんですけど、あんま考えないことにします。奥まで自分で掃除するなら、南のところにスプレータイムの掃除するやつをプシュってする。そんなのもあるんだ。でもシュってするだけならなんかワンチャンできそうかもしれん。あー、めっちゃサイのファンの人ドボンしちゃった、ごめんなさいフィルターきれいにするだけでエアコンの効きが変わる。まあそうだよね、空気の通りめちゃ悪くなっちゃうもんね、フィルターの目が詰まってるとね。理にかなってはいるけどさ、こんなに詰まってたのって絶望するよね、絶対にね。こんばんは、やばい、あくび出てきた、さっき寝たのに。フィルター掃除とエアコンクリーニングは違う。でもエアコンクリーニング頼んだら多分フィルターも掃除してくれるでしょ、多分。こんばんは、お眠かな、ちょっぴっとお眠です、こんばんは。でもなんか本気の眠気じゃないから全然頭は回ってる、眠気ちょっと眠いかもなくらい。本当に眠い時は頭回らなくて、なんか急に喋りが止まるから、あの見ててわかると思う。あ、今サイリン本気で眠いなってバレる、みんなにバレるんです絶対に。
そう。あ、ドボンされた。1日3時間配信超えたら勝手に消える？いや、3時間以上の配信はそのポイントが反映されなくなる。ただの無の配信になる。そうだから、その3時間超えて配信もししちゃって、その時にみんなからギフトとかをせっかく投げてもらっても無効になっちゃうから意味ないんだよね。なので3時間で抑えるっていうシステムですね。あ、勝手に消えんの？そうなんだ。らしいです。私の認識違いでした。らしいです。ドボン返しされました。しかも。もうダメだ。何もかもがダメだ。へえ。そうなんだ。強制的にもう3時間しか配信できないんだ。それは知らなかった。それ知らないメンバー多いと思うわ。この前メンバーと話してて、3時間以上やってもポイント反映されなくなっちゃうもんねみたいな話してたけど、そもそもみんなの認識ちゃうかった。そうなの。しけんさん、こんばんは。こんばんは。入場。もうさ、この携帯バイブレーション壊れてるから、自分の出番来てもさ、スマホがプーって教えてくれないからさ、気づかないんだよね。不便すぎ。エアコンフィルターの掃除だけなら自分でやればただじゃん。難しくないし。もうそういう言い方しないで。さえはできないんだ、そんな簡単なことも。ピエン、今朝こんばんは。最終日は3時間経っても切れない。え、そうなの？どうして？あ、感謝を述べれるってこと？終わってから。え、どうなんだろう。最終日さ、イベント中に3時、まだイベントの時間が終わらないうちに3時間経っちゃったら切れるんかな。それとも最終日は3時間って制限がなくなるってこと？やばい、何も分かってないやん。イベントやってんのに全然分かってないんですけど、ポンコツでは。ショールームのさ、そのイベントのそういう細かい説明がないんですよね。だからそのやってみないと分からないみたいなね、ところがあるんですよ。細かいルールブックみたいなやつ正直欲しい。こんばんは。ないんですよね、実は。やりながら覚えてる。それたちはいつも全て新しい機能とか開始してから覚えてる。いつも効率悪いね。3週間に合った。おっ、ありがとうございます。すごい、すごいよ。配信終了5分前に間に合うだなんて、天才がおる。はい、ということでドボン配信はあと5分で終わるので、一旦あれします。ドボンを一旦やめて、ちゃんと時間通りに終われるようにしよう。こんばんは。次の部では明日のスケジュールを考えないとですね。どうしよっかな、悩ましいですね、非常に。こんばんは。今日はドボンはしないの？え、今知ってたよ。ん？
そう、夜の方が人はやっぱ来てくださってる。さっきの枠よりこの枠の方が多分見に来てくれてる人多いですね。あ、このあと次の枠はやらないかな。次の枠はまたさっきみたいにちょっとキッチンに戻ろうかなと思っていて、なんか何かしら焼こうかなみたいな、わかんない、パンかクッキーかパイか、なん、ちょっとまだ何も決めてないんですけど、何かしら今焼こうかなと思ってるんで。しけさんこんばんは。でも全然配信に関係ない時間にちょっとドボンやる可能性は全然ある全然あるかも。そう、え、すごい、ドライヤーしながら配信してるんだけど、さとみなちゃん初めて見た、ショールームさんがドライヤーしてる人。よいしょなんで落ちるの、嫌なんですけど。チーム A 内の順位も見れる、みんなも見れるよ、みんなも見れるよ。モンスターさん、くまちゃんありがとうございます。ご無沙汰しておりました。あ、ありがとうございます、お久しぶりです。じゃあランキング読んでこの枠は終わりにしたいと思います。みんなたくさんのギフトありがとう。ちょっと大きな感謝を伝えたかったんで大きな声で言ってみました。隣の人に怒られない程度に。じゃあランキング読みます。13位バイコドーさんありがとうございます。12位ドクタケさんありがとうございます。11位ヤスさんありがとうございます。10位ヤチさんありがとうございます。9位スノーフラワーさんありがとうございます。8位トモチさんありがとうございます。7位モンスターさんありがとうございます。6位ワサッピさんありがとうございます。5位ケンケンさんありがとうございます。よいみみみちゃんありがとうございます。3位国曜さんありがとうございます。2位とめさんありがとうございます。そして1位は立山けんけんさんありがとうございます。そして立山けんけんさんはタワーありがとうございます。白鳩タワーありがとうございます。あー今ちょっと鳩サブレー食べたくなっちゃった。もう口に出したもの全部食べたくなっちゃうんだからドライヤー配信結構いるんだ。じゃあいつも頭乾かなくて配信大体遅刻するんだけどドライヤー配信っていう手があるのね。でもドライヤーしながら喋っても何にも配信に乗らなそうだけどね。うるさーってなりそうじゃない。まあということで2枠目も皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。それでは次は、22時半から2時間後、2時間後にみんなまたお会いしましょう。ドボンも対戦たくさんありがとうございました。ドボンみんな、ドボン配信中じゃなくても暇な時もしあればやってください。私もぼちぼちやりますのでよろしくお願いします。では2枠目はこれで終わりです。また後でね、バイバイ。